相手が格上っていうこともあり、最初から押され気味で自分たちのペースでなかなか試合ができなかったんですけど、後半になるにつれドライブインとかも増えていったし、最後まで一生懸命戦えたので良かったと思います。みんな、頑張ってきてくれ。
思い通りに行かない人が多いけれども、でもね、それを引き出してるんです。いや、点差も開いてしまったし、あまり自分たちのペースで試合ということはできなかったんですけど、3年間やってきたことを出し切って自分たちらしく試合できたので悔いはないです。はい、私は去年の夏くらいからキャプテンをやってるんですけど、その時もずっと自分が怪我をしてて試合に出れなくて、どうまとめていいかとかすごい悩んだ時期もあったけど、全員に嫌われる覚悟で自分が思ったことをもっとみんなに言ったり、試合の時もみんなをまとめれるように声を一番出せたと思うので良かったです。3年間辛いこととかもあったけど本当に続けてきて良かったし、何にも変えられないというか、本当に貴重な3年間をこの南西商業の高校のバスケット部で過ごすことができて、本当に幸せな3年間です。小中高やってきて高校が一番怪我とかもあったし、辛いこととかが多くて何回もやめたいと思ったけど、最後こうやって笑顔で終わることができたので頑張ってきてよかったなと思います。友でありライバル、薄っぺらな関係ではないはずだが、ポンと気付けりゃ支えとなる、俺だけじゃない仲間、体を張る。辛い時こその俺らで互いに支え合って、これまでここからでもお前は見えてるから、本気のお前も